なんでマスクしてるの。ください。すいません、ちょっとタメ使って。じゃあ行きまーす。ニコタッチザウォールズのコピーをします。ニコニコタッチです。よろしくお願いします。いや今日はですね、お久しぶり、久しぶり、いつのライブが最後、去年の3月とかじゃ
あー、1年後で、ちょっと、じゃ紹介させてもらっていいですか。ですね、クロスロードの、3回生ですね、学部とかって、総理の知能情報の町田修一くんがドラムです。でですね、今回は、まあ、ちゃんたかさんが、院2回生ということで、ね、今年度をもちまして卒業されて、社会に羽ばたいていくわけなんですけどもね、ちゃんたかさん、誰が声かけてくれたんだっけ。あー、ちょっと待って、これはちょっとダメなんだ。で、まあこうね、修論とかがありまして、お忙しい中、ね、バンドをもう組んでいただいて、本当にもうありがとうございます。いや、もう本当に西尾さんもね、仕事でもう忙しいのにわざわざ来てくださって、いや、ありがとうございます、本当に。今日有休ですか。あ、有休取ってない。あ、なるほど。それだっけ。ちょっと頑張りましょうね。すいません、わざわざ遠いところから来ていただいてありがとうございます。そうですね、ああ、笑っちゃうな。じゃあ、では次の曲聴きたいと思います。夜の果てという曲をやらせていただきます。よろしくお願いします。
ございます。すいませんね、ちょっとあの西野さんに来てもらったんですけど、1回戦が多いからこれを西野さんと勘違いされるのはねよろしくない。そうなんよ、だからそう全部間違ってる。だからじゃあ西野さんっていうのはじゃあごめん、いいわ。この前原尻さんっていうね、そう、あのなんかちゃんたかさんと同回生の先輩がいらっしゃって、その人が那須くんと初めて会ったんかな、この学校 でその時に「お西尾くん」って言って、お確かにそう、西尾さんだと思って、まあでこれはこれ、これごめん、この人ね、この方はあのなんだっけ下の名前那須亮斗くんって言って、本当はね、まあいつもはねギターなんだけど、リードギターなんだけど、今回なんかベースがしたいと、やってみたいってことでね、ちょっと全ベーシストに舐めて口を叩きやがってな。でまあ那須くんなんで、まあこれいいんすよ、また。あ、そうそうそう、本当はね髪バチバチにセットしてきたかったっていうんだけど、やっぱりこうじゃないともう西野さんに見えないから。服もねもう指定でちょっとフードのついたこういうねパーカーを着て、黒いズボン履いてきてよって言って、すごいね若返ったよ。なんでもないです。じゃあそろそろね最後の曲やりましょうか。じゃあ、ありがとうございました。ニコニコタッチでした。
なんか僕らの人生